今日は簡単に作れるフリル口の丸い巾着袋を作ります。こんな感じで中に小物を入れてお使いいただけます。ぜひ作ってみてください。型紙を作ります。18cm×18cm の紙に直径 18cm の円が書いてあります。下半分を丸く切ります。上から 2.5cm のところを切ります。これが縫い代込みの型紙になります。この型紙で表布2枚、裏布2枚裁断してください。用意する材料はこちらになります。縦 15.5cm、横 18cm の型紙に合わせて裁断した表布を2枚、同じ大きさの裏布を2枚、縦 10cm、横 17cm の口布を2枚、 50cm のカラー紐を2本。では作っていきます。口布の両サイドを裏に 1cm 折ります。外表に半分に折ります。輪から 2cm のところを縫います。もう一枚の口布も同じようにしてください。こんな感じで2枚とも縫ってあります。口布を半分に折って真ん中に折り目をつけます。表布も半分に折って真ん中に折り目をつけます。真ん中の折り目同士を合わせて表布に口布をつけます。裏布を中表に重ねます。口布がずれないように注意しながらクリップで留めます。縫い代を 1cm でここを縫います。もう一組も同じようにします。こんな感じで2組作ってあります。開いてアイロンを当てます。表布同士、裏布同士を中表に重ねます。裏布の直線のところに返し口の印をつけます。5cm くらいの幅の印をつけます。布の分かれ目をぴったり重ねてクリップで留めます。
周りもぴったりと重ねてクリップで留めます。返し口を開けて縫い代1センチで1周縫います。返し口を開けて1周縫ってあります。カーブに切り込みを入れます。糸を切らないように注意してください。こんな感じで切り込みが入れてあります。返し口から表に返します。カーブもきれいに出してアイロンで形を整えます。形が整えられたら返し口を閉じます。縫い代2ミリでここを閉じます。返し口を閉じてあります。裏布を中にしまいます。入れ口の形を整えてアイロンを当てます。こんな感じで形が整えてあります。紐を通します。紐が通せたら、紐を結んで余分なところはカットします。これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。